アメリカ最大級の電子掲示板レディットに日本のいろは歌に関する内容が投稿されていたのでご紹介します。投稿された内容は次のようなものです。今日学んだこと、完璧な日本語のパングラム、アルファベットの文字をすべて使った文章は、ザ・クイック・ブラウン・フォックス・ジャンプス・オーバー・ザ・レイジー・ドッグのような無意味な文章ではない。それは、イロハと呼ばれる詩で、1079年から音節表として使われるほど完璧なものだ。イロハ歌は、47個の文字を並べた、現代でいう50音表のようなものです。漢字にするとこうなります。作者不詳で、10世紀末から11世紀中頃までの間に作られたとされています。50音表のようなものといっても、単に文字を並べたものではありません。この歌がすごいのは、一度も仮名を重複させることなく、七五調に乗せ、意味を持たせたところです。しかも、仏教のお経、涅槃経を日本語に訳したものとも言われていて、無常観を説いている内容とされています。では、具体的に、どのような意味があるのか、現代語訳を見てみましょう。色美しく咲く花も、いつかは散ってしまう。私たちも、いつまでも生きられるわけではない。迷いの多い人生の苦しみを、今日乗り越えて。儚い夢を見ることも、酔いしれることもするまい。この歌については、中世から現代に至るまで、各種の解釈が存在しますが、その多くは、仏教的な無常を歌った歌と解釈されています。形あるものはいつか必ず滅び、出会った人たちとはいつか必ず別れなければならない。日本人なら誰もが心の片隅に感じている感覚ではないでしょうか。では、いろは歌について外国人はどのように思ったのでしょうか。海外の反応をご紹介します。この詩は最高だね。鳥肌が立ったよ。クール。とても興味深い投稿だ。とても素敵だね。ところで、我々のクイックブラウンフォックスがなぜ無意味なんだ？それについて、俺も文句を言いに来た。素早い茶色の狐が、のろまな犬を飛び越えるのを実際に見たことがあるからね。でも、クイックブラウンフォックスの文章は完全なパングラムではないね。いくつかの文字が重複して使われてるから。歴史的には面白い話だけど、イロハは現代の日本では50音として使われていないんだ。テストの選択問題としてはなぜか出てくるけどね。英語のローマ数字に似ているかも。ローマ数字もほとんどの人がある程度理解できるけど、今では数を数えるより複雑なことにはあまり使わなくなったから。1079年から使われてる、じゃなくて1079年から明治時代まで使われていた、が正しい。いろはって音節表の最初の3つを並べただけでしょ？英語の ABC と何が違うの？違うよ。いろはは、いろはで、ちゃんと意味があるんだ。面白い事実。栃木県の日光には、いろは坂という48のカーブがある道があって、各カーブに、ひらがなの文字盤が立っている。ゲームでよく登場するね。あそこはドリフトの人気スポットだから。パングラムというものを今日初めて知った。クイックブラウンフォックスがそうだということも。素晴らしい。これを知って、日本語をもっと知りたくなったよ。最後まで見ていただき、本当にありがとうございます。いろは歌を考えた人、頭いいなって思った人は、高評価ボタンを押してくださいね。
また、いろは歌に関して知っていることなどがあれば、コメントをお願いします。新着動画を見逃さないために、チャンネル登録も忘れないでくださいね。